岡山市立岡山中央小学校は、岡山県岡山市北区弓の町にある公立、小学校。学校がある場所は、江戸時代の初めに作られた、侍町で、岡山城の北西にあり弓州の屋敷があったことから、弓の町の名が残っている。西日本旅客鉄道岡山駅からは、北東に、徒歩、約20分の市街地にあり、県立美術館、岡山地方裁判所、 県立博物館、高楽園も近い。開校は古く、1872年に遡るが2001年まで統合を繰り返した。少子化と市内中心部の人口空洞化などにより、児童数が減少したため、2005年には一校に統合された。目の教室、聞こえの教室、和室の日本語教室、知的障害者のためのひまわり学級の特別学級がある。 屋根にソーラーパネルを設置して周辺を緑化するなど環境問題にも取り組んでいる。愛、学び、喜びエレベーターや自動ドアなどの設備にユニバーサルデザインを採用し車椅子用トイレや展示ブロックを整備してバリアフリーを図っている。オープンスペースを取り入れた普通科教室は廊下と教室に境目がなく床表面仕上げ材に木材を用いている。 皇帝は狭く、陶器は屋根付きプールを底上げすることで第二の体育館として利用している。屋上の畑でジャガイモなどを、池では船やメダカなどを飼育している。ありがとうございます。